お疲れ様です。ラットです。そして、いらっしゃい、焼き鳥です。そして、そして、ってことで、3回目の挨拶の人がね、まぁ、ちょっと気違いみたいなところあるんですけど、テンゴットですね。で、最後が、まぁ、ライキジョンさんということで、はい、2人の紹介がなかったですね。うるせえよ。ということで、まぁ、4人ですね、今日は。まぁ、ですね、試合が終わったということで、はいはい。まぁ、焼き鳥と、いつものね。ね、いつものやつやな、テンゴットと、まぁ、ライキさんと、まぁ、今、ちょっと、グダグダしてるんで、語る回。まあ、動画でも撮ろうかなってところで動画撮ってます。はい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 、ってことで今日は僕がクララリーグで使ったこちらのマジアチェロイフグデッキ、まあいわゆるまあとってつもない強いデッキですね。なんかフラッシュバックするわ。あー負けた、ね、なこのまあとりあえず強いデッキを紹介したいと思います。で、まあ、とりあえず宝箱開けるみたいなのがあるな。なんて終わってね。いや違う。聞いて、これさっきさ、ちょっとマジマルチ翔太30して、はい、そしたらこのね、まあラバルに当たって負けて、はい、俺マルチ行ったと思ったら間違えてグラチャリ行って、もうこれいけるでしょ。いやしんどくね。まあまあこれはしゃあないな。まあまあまあ、まあ、これはどうでもいいなってことでこれでやっていきたいと思いますね。これマジで強い。本当になんかなんていうかな、ロイ強いですか。えコンセプト的にはまあロイフグだよな。結局ロイフグみたいな発行されたんですけどね。それな、それな、だからロイフグ使っとけば勝てるみたいなとこあるよな。なあ焼き鳥。それな、マジロイフグ使って負けますか。誰が言うな。そう本当にマジでお前だよ。負けてたな。このデッキ使って負けてただろうが。当てつけのような。本当にいやマジで強いんですよ。で大事なのが、大事なのは何だろうな、特になんかないよな。ザップ打ったよ。ザップ打ったっていうことはコウモリが生きる。はい、まあ、で防衛の仕方は基本的にアイゴレミニッペで、このミニッペッカをですね、まあ延命させていきますね。まあ、じゃあ使いがうざいかな。これもう受けて、おこれマスケ、これで、ね、相手ザップないから今。あ、美味しい美味しい。でこのセパ、このカウンターでもうこのロイホークを出してあげます。はい、つけるだけ。これでつけるだけ。3-5終わり。でこれしてると逆サイドが入って、うん、ね、もうこれだけで勝てます。これを繰り返していきますね。ある意味一匹流れたからいい感じに受けれるみたいなとこあるな。え、まあ引き続きやっていきます。まあ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 今のはね、まあなかったことにして。え、はい、でこういう時に、ああ別にギャング単体で流してもいいみたいなとこあるけど、まあ後ろからとりあえず流しておけばいいな。これで5打ったら美味しいもんな。え、はい、まあちょっと違うなやっぱ。でこれはしっかりギャングでですね受けてあげます。はい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 。でこれミニピックだけでいいみたいだから。いやアイゴレ付け足した方がいいな。え。それすらも。ちょっと静かにして。でこれまあコウモリで受けてあげて、これロイフ飛ばしたいけども、まあなんかね、まあいい、まだ飛ばさなくてもいいところだな。でここでロイフを固めて出してしまうと、おお、あれですね、相手はファイヤーボール持ってるので固めませんと。でここでロイフグみたいな、すごくね。だって今相手ね、ああなるほど、ね、うまいな。さて俺が焼き鳥、そういうとこやな、こういうとこやで。まあ焼き鳥はねちょっといろいろあってこのデッキ使ってね、まあまあ負けちゃってな。そのデッキ見たくねえな。ちょっとなフラッシュバックするな、負けが。でしっかり今ユニット割いて、ミニペッカはしっかりジャイの防衛に取っておきたいので、でマジアチャはまあファイボキック。ここアイゴレ割いちゃったんだけど大丈夫？ん？まあまあ見てないことにして。言うてこれこれやばくね、このマジアチャ角度天才みたいなところ。もうこのここ、これこれもうこれこれが強い。これでセパレートセパレートセパレートでいい。やばマジでこれするだけしたら三段活用やね。そうもうなんか勝手に相手負けてくれるんで。勝手に負けてくれる。いやマジでマジアチャ出す。でこれまあすごいね、すごい発言したね。勝手に負けてくれるだけなんてなかなかない。はい来た、はい来た、ここセパレート、セパレート、あ、いや一応の防衛のミニペね。一応ね、はい、そう一応これウッドでしっかり防衛して挟んであげて、いや挟む必要もないな、焼き鳥。あ、挟む必要ないな、うん、それ俺もそう思ってたわ。本当にそしたら見て、気づいてない間に勝手にね、左が勝手にね、もうアイゴレのパンチ、オッケー、終わった。
やばな、ほら、サイン、もうこのヒットポイントの量よ、キングの。で、デッキが強い、さては。な、焼き鳥。な、デッキが強いよ、これ。こんなん使ってたら誰も開けんよ。え？ええって、ええって。自分で苦しめてる。そうだよな。よくないな、これ。自分で。これは、自分で苦しんでるわ。ほんとに。喋らんほうがいいよ。勝手に事故ってる。もう、何もしないから。もう、うん、もう俺喋らんほうがいいな、さては。気づいた？気づいたわ。気づくの遅いやな。はい、ってことでね。はい。ああ、これあれ好き。あれめっちゃ好き。あれめっちゃ可愛いよな。俺も欲しいよな、あれ。めっちゃ可愛い。買ってないんですか？買ってない。え、テンゴットさん買ったんですか？買ってますよ。なんで敬語なの？なんか気持ち悪い、極めて。じゃあもっと下げなくていった方がいい。これスタンプ押そうとしてさ、初め画面どうやって戻るかさ、わからんでさ、困るみたいになるよ、これ。あ、分かる。とりあえずスタンプ押さんと戻れ。とりあえずまさかみたいな。まさかってところがセンスないね、ちょっと。何だったらセンスあるんですか、テンゴット。静かにしてやけど、今、クラロワしたん今。それはテンゴットさん、ホットスパ。これさ、たらやばいみたいなとこあるけども、ん？何これ、相手の出来よくわかんないな。あー、なるほど。これはファイヤーボールでいいっすね。いや、ファイヤー、ん？何これ相手の出来、やばい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 。ラバディガっぽい。まあ、これはちょっとね。ちょっとね、負けるわけないね。まあそれはないわ。本当にない。これはない。ゆうてさんどうですか、こんなに使ってたら。まあもうこんなん使ってたら誰でも勝てますもんね。こっからでもいけるみたいなとこありますよね。はいはいはい。かわいい。ブルックみたいあれ。ね、めっちゃかわいい。ガムシかましてきましたね。いらっしゃい。いらっしゃい。焼き鳥です。ここでいじっていく。いらっしゃい。さっきまであんな無視して。いらっしゃい。焼き鳥です。いらっしゃい。出た頃にいじってくれ。あー、ちょっと辛くない？いや、これさてやったな。これなんで出したの？いや、まあいいかなみたいな。ところで、これでも入っちゃうみたいな。ほら。ほら。おっと。そういうところあるからさ、このホグ。おっと。ね。俺もびっくりだわ。こんなで。これ今、しかも墓石も縦線も使って、あ、墓石残ってるな。とりあえずギャング流して、まあ、左でもよかったな。そうだね、これ墓石行ったって線切ったら、さては単発ミニペでいけるみたいなとこない。いや、今な、あるんだよ。あ、これ、ま、あ、マジで逆サイミスった。いや、言うていい。それ分かってない。それ。いやいやいや、ミニペの使い方は誰よりも分かってるで、マジで。すぐ嘘つくからな。ミニペマスターやで、俺。すぐ嘘つくからな、焼き鳥。じゃミニペ番しよう。おや、嘘しかつかねえから。それは。ちょっとこれ、やばくね、ワンチャン見て、このミニペ流して。あ、何が。やばいやばいやばい。あ、常にあのフリールクね。うん、それは捨て穴さては。いや俺は守る。マジで言ってる、絶対守れんくない。守れねえな。と思う。あと20秒あるからね。クラロワって残り20秒から始まるみたいな。あ、そうなん。焼き鳥が言ってた。いや、え、勝手に名言作られてるやん俺。ちょっと静かにして。これでウッドサイド。あ、ウッドサイド。あ、これや負けたかね。ラットさん、まああれだな、削ったダメージは一緒みたいなのがあるよな。まあまあまあ、焼き鳥カバー遅くね。それな、焼き鳥それとかしてないし。そんなに俺むちゃくちゃ無視されるって、喋ったら無視されるのに。そこは反応求めんの。愛嬌愛嬌。あ、分かった分かった。じゃあちゃんと挟んでいくわ。本当に。あ、ちょっと今ライキさん、あ、ライキさんがついに参加してくる構えを。温まってる。温まってる。まだ温めてますね。あと温めてます。どんぐらい沼りました。いや、あと3勝で6勝で。お、じゃあ戻ってる。じゃあさっきね、いらっしゃい。なかなか挟むな。めちゃくちゃ挟んでくる。いらっしゃい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 。よし、ってことで最後はまあさすがに勝って終わらないといけないから。そうだね、ここで負けたらもう焼き鳥勝て。俺は勝つな。勝つみたいなとこある。さあよろしくと。はいはいはい。もう空気やな俺。お腹すいた、焼き鳥。めちゃくちゃ挟んでくるやん。何？俺喋るたんびに事故るの。え？え？出てる出てる。おお。いやいやいや。感染端末からは見えてる。なんでなんで？やば、うっとやば。相手やば。ずるすぎでしょ。で、マジウッチャーはね、攻めでも使うんだけど、基本的に防衛みたいなのからな。ポイズンですね。これは美味しいんじゃない？でも固め的みたいなのからな。うん。よいしょ。でもこれでもう落ちたんじゃね？まさか。ああ、うまいな。おー、何これ？ああ。遅延。いや、苦しいな。これあれやね。
高回転のやつや、 2.6 平均コスト 2.6 ぐらいの、出たー出たー、それや。これ相性的にはどうなんですか、ラットさん。やったことないからわかんないよね。なんかめっちゃ角になった、角になった、角になった。ここは優秀なグローブで、でかいね、目がでかい。伝えられたのがこのダメで、それダメだった。あれこれ墓石とかなかったっけ。もう笑い声なくて、縦線コウモリだと思う、普通の。笑いたいときは笑っていいんやで。これめんどくさいな、なかなか。すごい、もう空気かのような扱いやね。さては、だこれさ、意外と刺さらんくね。多分相手めっちゃ高回転なんですよ。でもロイフがしんどいと思うから。でも言うてこれ相手使ってたらあれじゃない、これアイスウィズ処理して、お、おいしい。でからの縦線来るから読みウッとして、一体。狙ったみたいなとかあるな。え、焼き鳥人のブレ笑わんでくんね。うわすげえ、なんか読みウッとしてさ、縦線にウッドが当たらんからってめっちゃ笑ってくるやん。いや、人としてどうかと。いやいや、ほんと、え、そんな人な、そんなに俺大吉さんが温まってるで。大吉さんバカにすんねん、お前。バカにはしてなくね、マジで。焼き鳥そんな人だったんやん、知ってたけど。いろ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 突っ込みたくてしょうがないな、それ。これ余力入り一発で、これミニプ後ろに出す。そうですね、基本的にカウンターは笑いたい時笑っていいんやね、天国。お前だけは救えねえ。諦めろ。これ攻めマジで、あ、惜しいな。ウッドで削って、お、ちゃんと3体当たった。え、まさか3体、やば、マジで嫌い。いや、いけるいけるいける、俺ラット信じとるから。もうこれあれですね、ロイフ飛ばしても相手防衛硬いんで、もうファイブ削りみたいなのがあるっすね。なるほど。いや、これもうここ一回マジャチャ当てたいみたいなとこない？ないですね、ないですね、はい、ないですね。はい、グッドゲーム。はい、これマジャチャ当てたいと。で、ここ縦線出してきたところに、いや、アイス、いや、ここのコウモリを、ね、その位置で。おや、おや、おや。いや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 、えめ、いや、最後ぐらいマジアイチェル落とし、ね、あ、まあいいな、もうロイフちょっと欲しがったな。さては欲しがったな。はい、はい、もうグッドギア、ファイブでファイブ落ちちゃう。そう、はいはい、どう、焼き鳥。まあまあ悪くはない、うん、まあ、お、まあまあまあ、すっげーよくねえよ。まあまあ、画面越しには伝わらないだろうけど、みんな冷たい目線で焼き鳥を見てます。おい、やめてやめて。そういうことだな。というわけで、そんなキャラに仕立て上げないで。え、真面目にな、うん、これ強いな、それ。ゴレ大丈夫なの？あ、ゴレはそうだから、ゴレが展開された瞬間にしっかり逆サイドを吹く飛ばして、まあしダメージ稼いで、でゴレの防衛はアイゴレミニペで、マジで先に溶かすと、はい、で、まあしたらね、小型ちっちゃいの来るでしょ、ゴレ。はい、なしたらそれと、あの光栄のビビドラとかダクネとかを同時にファイブでドーンドーンだね。で、まあマジャチャはその防衛用に出しておけばゴーレもしっかり守れますっていうことでね。うん、そういうこと。わかりましたか、テンゴットさん。分かんないのもいいですか。わかりましたか、テンゴットさん。うるさいな。はい、じゃあ、はい、ヤギドリーザー最後に、あ、締めといえばテンゴットってあるけど、けどそれはな、それは定評のやつ。締めに定評のあるテンゴットさん、はい、よろしくお願いします。そしてマジアチに自信がある人はぜひこのデッキを使ってほしいですね。以上で終わりです。ありがとうございました。ということで終わります。じゃあ、あー、皆さん待って待って待って、やばい、忘れてた忘れてた。今回からもさせていただいた、あ、テンゴット選手、ライキジョン選手のね、よっしゃ、 YouTube のね、やった。じゃあ、概要欄に貼っておくので、皆さん、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます、さすがラットさんです。ありがとうございます。天狗さんと、まあ、ラギジョン選手のね、あ、焼き鳥選手はどこ行ったのかな、ね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします、焼き鳥選手の方もね、よろしくお願いします。ということで、はい、今回はレッスンだよ。バイ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 。